嵐勘十郎、嵐広史十郎、嵐勘十郎、新時代勘十郎、1902年12月8日から1980年10月21日は日本の映画俳優、映画プロデューサーである。本名、高橋輝一。戦前、戦後期にわたって活躍した時代劇スターで300本以上の映画に出演し、嵐ラの愛称で親しまれた。 同時代の時代劇スターの坂東つまさ大河内伝次郎、片岡千蔵、ぞ市川うたいも長谷川和夫とともに時代劇六大スターと呼ばれた。当たり役は、倉間天狗と、うもん取り物町のむっつり右もんで、前者は40本、後者は36本シリーズ化されている。また、新東方の明治天皇と日露大戦争では、俳優の中で初めて天皇を演じて、 話題となった本作では明治天皇を演じた。晩年は東映人狂映画で助演し、テレビドラマでも活躍した。祖父は文楽の人形遣いの初代霧竹文十郎。叔父は俳優の六代目嵐徳三郎。十枚は女優の森光子で、老いに AV 男優の山本隆二がいる。自宅は嵐山にあった。1902年。 明治三十五年十二月八日、京都式山地三条下がるに生まれる。無名だったという父親が奉公していた手前、縄手に住む祖母、夫が、桐竹文十郎の経営する料理旅館、羽村屋に預けられ。満十歳の時、母親の芸事より硬い商売をとの方針で、八坂神城小学校を五年で中退、七条大宮のエリアに、デッチ暴行させられる。 睡眠5時間、おかずは、たくあん2切れのみ、月給1円、休みは月に1度だけという殺人的重労働に、まるで留置場やったと実感している。デッチ時代、月に1度の休日に活動写真を見に行くことだけが、楽しみで、小野松之助の忍術トリック映画や、ニコニコ大会、バスター・キートン、チャールズ・チャップリン、ハロルド・ロイドの混載工業に熱中していた。 後に、チャップリンの、キットが、クラマテングと杉作との絡みに、キートンの無表情差がむっつり右門の演技に、それぞれ大きな影響になったと10している。1919年、大正8年、手代から番頭に出世しようという17歳の時に、主人が死去。一から、鉄地のやり直しは、ごめんと、祖母に頼んで、愛知県岡崎市で巡業中の片岡松之助の一座に、 加入。食事は卵に味噌汁付き、給金5円の台風に、デッチ暴行の月一とは、運命の差やったと述べている。一座では、ちょうど片岡義刺激の大石和悦役の役者が、女をこしらえ蓄転したところで、嵐と太郎の芸名をもらい、数えで18歳で、いきなり主悦役の初舞台を踏む。この二刺激には、チャンバラがあり、ここで盾を覚えた。 当人はこれでかなりうぬぼれたというが、片岡刺劇では、役はいつまでたっても、大石和悦役のみだった。飲むうつ、買うの巡業生活に染まって、おいちょ株に誘われ、松江の巡業先で大事な以上のも付つけまで室に入れる大負けとなり、木の密記のまま京都へ逃げ帰る。1921年、大正10年、初代、中村戦略。 中村元次郎一座の当時、チンコ芝居と呼ばれた関西青年歌舞伎に加わり、お山となる。ここには、市川樹之助のほか、後に映画に映る市川桃之助、市川宇一、後の市川歌右衛門、林長丸、後の長谷川和夫など、将来のライバルたちが同期生所属していて、桃之助、歌右衛門、長丸、荒川の4人が揃って、 腰元役で舞台を踏んだこともあったという。不謹慎に言えば、老い女株のおかげで、ひの木舞台を踏むことができたと語っている。芝居の世界は、女貝が盛んで、若い徳太郎は、酒は飲めなかったが、モテにモテて、行きから、引く手余まただったが、女郎を買うときは必ず値引き、独占にしていた。1923年、大正12年。 腰元役ばかりで、うたつの上がらぬ現状に不満を抱き、桐竹文十郎の孫なんぞ、大歌舞伎の世界では通用しないと悟った嵐徳太郎は、二流の小屋でもいいから芝居らしい芝居がしたいと、東京宮戸座で大衆歌舞伎を掲げた叔父の徳三郎の一座に加入。この夏、好きになったと島の芸儀と駆け落ちを決意。出本の当日9月1日正午に、関東大震災が発生。 結局女も金も失い、失意のまま京都へ戻り、しばらくふ抜けていったという。しばらくして、叔父の徳三郎が東京から引き上げ、先々大片岡に財門を上乗せ、特別出演して、大阪松島の八千代座での旗揚げ公演を決定。誘いをかけてきた。母親も、態度を変えて進めたので、月給150円で加入を決意。野号を、羽村や、 おじと草さぶから、嵐若太夫の芸名をもらう。この一座で、片岡知恵蔵、後の片岡知恵蔵と兄弟を並べる。1926年、大正15年、芸ーに振られ、時期気,気味だった若太夫は、女出入りが、激しく、ついに臨病にかかり、小種を失うこととなる。入院中は、タバコ三箱で千映像に代役を頼んだ。難聴のおかげで、 小兵検査を兵種失格となる。1927年、昭和2年、官爵持ちの片岡仁左衛門が、奴を踊った仙映像、片岡知恵蔵を、貴様は、どんな役者だと真剣の峰で殴った。この時そばで見ていた、若太夫は、男の面太を、と心が寒くなり、阿坊でも、名門のせがれは、出世ができる。 才能があっても家計がなければ一生冷や飯食わされる。こんな世界に何の未練もないと思ったという。この事件が起こった頃に、ポスター会社の清志制度を通して、牧野正像が映画会入りを誘ってきた。牧野監督は独立した市川歌右衛門の後釜として、月給八百円、当時映画一件書えたの待遇を提示。デッチ暴行と同じや嘘で塗り固められた。 土定制度の枠の中で主人の顔色を伺って、犬のように餌をもらう生活はごめんやと考えていた。アラカンは北陸の巡業先から蓄典し、同年3月に牧野プロダクション5室撮影所に入社した。アラカンによると、大阪松島の八千代座に出ている時に、牧野の先生が見え、800円やるから、活動に来いと誘われた。 当時の月給は300円で約3倍ということで、空行きますがなということだった。これを、叔父の徳三郎に伝えると、お前、泥芝居に行くんか、泥芝居の役者なんのか、と怒鳴られ、横面折られた。祖母や親戚中から反対され、感動同然で、牧野へ入ったというが、母親だけは月給800円の条件で大賛成だった。へ行くと、 この中のどの役をやってみたいと、雑誌、少年クラブを渡された。嵐が選んだのが、倉間天狗である。天狗役が決まると、牧野監督は、俺がつけたると、剣の持ち方から、立ち回りまで、殺人の特訓をしてくれた。芸名は、嵐はそのままで、ええ、コーチと名前やな、おじきからもらえ、お前顔が長い、よって、調査部郎にしとけと、 嵐調査部郎の名を与えれた、片岡知恵蔵に1日遅れた入社だった。4月、牧野おむろ撮影所制作の、クラマテングン各米志士でデビュー。脚本は売り出し中の山上伊太郎。撮影は、名キャメラマンと歌われた、三木実と、牧野最高のスタッフで固められたデビュー作だった。それから、クラマテングは、彼の当たり役となった。 以降、牧野の看板スターとして、在籍1年半足らずで27本の映画に主演。クラマテングシリーズのほか、ナルト市長、百万両引き機でもヒットを飛ばした。1928年、昭和3年4月、新判大岡聖壇前編、中編の2作で、丹下左前を演じたのを最後に、牧野から独立、嵐勘十郎プロダクション、略称、広志プロを設立。 独立の理由には、倉間天狗をめぐる牧野との圧力があった。この独立に際して、長三郎の名を返上し、羽村屋の宗家の名跡である、秋館から取った荒館寿郎を名乗り、以来生涯この名で通す。しかし、設立第五作の、鬼神の地煙をもってカンプロは解散した。1929年、昭和四年二月、東亜キネマ、京都撮影所に、 スター級幹部俳優として迎えられた。同年、右門一番手柄南蛮幽霊で、むっつり、右門を初めて演じ、倉間天狗と並ぶ当たり役となった。1931年、昭和6年5月、カンプロ名義、東亜キネマの配給で、と一番風流男を発表。同年8月に東亜キネマ、京都撮影所長の高村正次と共に、東亜を退社。 第二次カンプロを設立し、七年後の解散までに、クラマテング、ムッツリ、銭モン、ゼニを演じたほか、山中サ夫を抜擢して、磯野玄高海イの長脇座し、小笠原駅守にも主演。広志プロ時代の代表作との声も高い。しかし、1937年、昭和12年8月にカンプロは解散した。豪気な性格だったアラカンは、この、 広志プロ合流に前後して、新興キネマの身売り話が持ち上がったことに囲つけて、新興側の長田正一が勘十郎に対して、広志プロ解散費用を全負担し、8000円の給料という、破格の条件で入社を持ちかけたところ、従業員はほっといてお前だけ来いとの長田の一言に、激怒。長田と衝突した結果、荒間は、 自社の従業員を進行に送り込んで、自身は半年ほど映画界から追放された。いとこの森光子は、おとなしいような顔をして、その実は大変な反逆時なんですね。長玉最一さんに逆らうなんて、当時考えられない頃です。それで一時にせよ映画スターを辞めちゃったんですから、あの方は徹底してるんですと実会している。1938年、昭和13年。 日活京都撮影所に入社。ここでも倉間天狗とむっつり、右門を演じ、他にも出世大公記、開演大等の佳作に出演した。1942年、昭和17年、日活が戦時統合により大英に改祖されたことで大英京都撮影所へ移る。同年の倉間天狗伊藤大輔監督が大英遺跡後の主演第一作となる。 同作の立ち回りでは、裾さばきが乱れないことが特徴とされ、林長次郎と同じく小山出身だからと、どんなチャンバラでも裾の乱れは見せなかった。同作で、伊藤監督は、荒間に100メートル失踪する立ち回りを要求し、出来上がった映画で裾さばきが乱れていないことに、感心し、あれも、本当の技をぎですと評している。この頃から、一座を組み、 中国大陸の疑問活動を熱心に行っている。1948年、昭和23年、大英京都を退社して、フリーとなる。この頃は、GHQ のチャンバラ禁止令により、剣劇映画の制作が禁止されていたため、死刑等の現代劇に出演していた。1950年、昭和25年、手芸プロダクションを設立。 1956年、昭和31年、新東宝に入社。新東宝では、数少ないスター俳優として活躍し、翌1957年、昭和32年公開の、明治天皇と日露大戦争では、明治天皇を演じる。同作では、大倉光嗣社長直々に、日本映画開発の天皇俳優にならんかとこの役を、持ちかけられ、荒間は、 あまりの大役に戸惑いつつも、ご神鋭や、説話のイメージ通りの威厳ある、明治天皇を演て話題となり、作品は、空前の大ヒットを記録する。続けて、天皇、皇后と日清戦争、明治大帝と野木将軍でも、明治天皇を演じている。他、王東亜戦争と、国際裁判では、東条秀樹、皇室と戦争と、我が民族では、 神武天皇を演じるなど、歴史上の大人物を演じることが多かった。1961年、昭和36年に新東宝が倒産すると、以後は、どこにも専属せず、脇役に回った。新東宝倒産後は、主に東映人挙映画や小畜、日活のヤクザギャング映画に多く出演した。1965年、昭和40年からは、網走番外地で、 八人殺しの鬼虎を演じ、同シリーズを通しての当たり役となる。1968年、昭和43年、今村昌平監督の神々の深き欲望に出演。毎日映画コンクールで男優女演賞を受賞した。この時期からテレビ界にも進出し、テレビドラマにも時折ゲストで出演した。それらのいずれも脇役ながら、 俳優としての存在感は健在だった。1972年、昭和47年には、変身忍者嵐で百地三太夫を演じる。当時は、仮面ライダーに始まる変身ヒーロー、仮面ヒーローのブームの最中で、変身ヒーローの元祖が変身番組に出演と、その登場は話題となった。最晩年も活躍し続け、男は辛いよ、虎次郎と、殿様や、 ダイナマイトドンドンなどに出演。校舎とオレンジロードの演技では、第2回日本アカデミー賞優秀団優勝を受賞している。1979年、昭和54年夏頃に脳血栓で倒れ、京都市西京区の自宅で療養していたが、1980年10月21日に死去した。去年77。幼少時より、 祖母から踊りを仕込もうとしたが、これを嫌って、琵琶湖疎水で泳いでばかりいた。このため中耳炎を患い、以来、左耳が難聴となる。若い頃から無口だったのはこの難聴のせいだった。私生活では5回の結婚と4回の離婚とを繰り返したが、別れる度に前妻に、前財産と家屋敷を譲り渡していた。 最晩年も四十歳年下の久子夫人を伴侶としていた。荒館自身は持ってたんちゃう。買いに行ったん。映画、買い入ったら月給は三倍やでん。使い道あらへん。これがいかんでしたわ。それから極道ですわと語っている。稲垣博士は休婚した女性が、荒館の何番目かの愛人だったことがあったという。金銭面には、 無頓着で、生涯遊べるだけの金を稼ぎながら、財産はほとんど残さなかった。一つには、前述したように離婚のたびに、全財産を譲り渡していたことも、去ることながら、もう一つは、面倒見の良さからだった。戦死した、勘十郎プロ時代のスタッフの仏前へ、自費で一件ずつ全国を回って、公電を備えたりと、スタッフへの物心双方の援助も惜しまなかった。 新東宝の最後まで付き合っているのもスタッフを捨ておけなかったからだった。その反面、自身は贅沢が嫌いで、衣装道楽も縁がなく、和服も二三着より持たず、背広も靴も既製品、タバコはマッチ派だった。戦前の前世紀でも、自宅から撮影所まで自家用車を使わず、京福電鉄嵐線を利用、戦後はもっぱら円卓を使った。映画会社の社長班、 ゴルフする暇あったらパチンコせいとは言わんが円卓に、ノルベシアと語っている。円卓で、支払いの際に、ワテアラカンジュロウだといえば運転手が、ファンになる。これが庶民派のアラカン流だった。付き人の嵐ジュノスケは、盗人に入られても、警察に届けたらあかんで、せっかく銭掴んで喜んでるのに、気の毒や酒井という人ですからね。他人のためには、金は惜しまん。 己は最低必要なものがあればよいという精神。これ、昔からなんですわ。神様みたいな人です。と証言している。肝十郎プロ解散直後、本気で雲隠れに要項を考えていたが、養殖嫌いの理由で断念した。かなりの偏食で、養殖は一切受け付かなかった。荒勘自身ナイフとフォークを使って、肉を食べる習慣が野蛮なものと嫌をし、 味の面でも鉛節みたいなん切らしたら死んでしまいます。とんかつぐらいでんな。西洋料理で口に合うのは、と語っている。日本料理専門だが、それも日が通ったものだけで、刺身も寿司も受け付けなかった。1939年、琵琶湖の天虎飛行場から大阪湾へテスト飛行に無事合格、世間をあっと言わせた。荒は運動神経がく、 飛行機だけでなく、オートバイや自動車も運転できた。稲垣博史によると、大スターの中で自動車に乗れる人は当時ほとんどいなかったという。アラカンの立ち回りは、見せる立ち回りという点で、アラカンにまっさる剣撃スターは戦前戦後を通じていないとまで評された。バンツマ、バンドウツマサブローの立ち回りは悲壮豪走、大河内伝次郎八方破れ、アラカンは、 裁きの見事さと定評がある。必殺の白羽を意義も継がせず手首の返しで繰り出して、来る。切っ先が銀蛇のようにしない、上段から下段へなぎ立てる。胸元まで来て、今一つ伸び、蝶のごとく舞う。1929年、アメリカの活劇俳優のダグラス・フェアバンクス夫妻が、来日の折、滞在先の京都ホテルでカンは、英語のスピーチをし、わてが、 映画俳優として最初に英語で挨拶したんだす。と後年まで自慢していた。なお、その時の言葉は、ウェルカムラゴラス。のみであった。カンプロ解散後、しばらくアラカンは無料を囲っていた。元来新しいもの好きで自家用車に凝っていたこともある。アラカンは日東飛行操縦士のライセンスを取り、ドイツ製のフォッカーを購入、自家用飛行機を持つまでに至った。 このライセンスを生かし、遊覧飛行のアルバイトをしていたとき、客から、あらかんや、飛行旗やとはけしからん。と騒がれたことがある。とっさに人違いだと言って取り繕ったものの、腹が立って収まらず、せやけど、聞き捨てならへん。あらかんやったら、なんでやかんねん。金払えろてとっとさね。とやり返したという。後年、役者やっとったらこうはいきまへん。稼ぎは別として、 楽しい毎日やったと実感している。1951年、クラマテングの杉作役で共演した、ミソラヒバリについて、ミソラヒバリにはたまげた。まあ言うたら子供の流行歌手ですよってな、多くは期待しませんでした。可愛ければ良いと、ところがそんなもんやない、男やない女の色気を出しよる。あの山大鈴に対抗しよる。と感服し、女優としての、 その才能を認めていた。1957年、明治天皇と日露大戦争で、明治天皇を演じるが、これを受けた一番大きな動機として、シネマスコープ、これに心が動きましたんやと語っている。映画は大ヒットし、アラカンによると風切りで8億円稼いだ。すると、大倉三つぐ新東宝社長がアラカンを、新橋の料亭に招き、勘十郎君。 ご苦労でしたと10万円くれた。アラカンはこれを、汗も大のボーナスだと思っていたところ、後で討撃で、外旋工業をやるから、衣装をつけて挨拶してくれとの話になった。アラカンは、あの10万円やらやったんか、すまんが空を断りや、皇室利用して、専門家しても、わての知ったこっちゃない、せやけど少しは遠慮しなはれ、明治天皇。 サンドイッチマンにする両剣家と、大倉の証婚に舌を巻いている。アラカンが、アバシリ版外地の老教格、オニトラ親分も当たり役としていた1960年代に、趣味の協定に行ったところ、組関係者から丁重に挨拶され、どうぞと、わざわざ寄品室に案内された。アラカンは、オニトラ親分のおかげや、ファンなんだその連中、冬などは誠によろしい。ガラス張りで、 温かい、毎度心地を利用させてもろうてますと喜んでいた。鬼ニトラは、ロケ地のアバシリ刑務所でも見物していた囚人たちから、アラカン、頑張れ、と、声援が飛び、アラカンを感激させたほどの気のいった役だった。直撃地獄兼大逆転、百七十四年でも、ラストのアバシリ刑務所のシーンの締めのためにわざわざ、アラカンに、鬼ニトラ役で一シーン登場させるほど、 当時の鬼虎役は知名度の高いものだった。1968年の神々の深き欲望では今村監督にいきなりあんたは今まで主演ばっかりやっていたから人の顔を見て物を言わない。自分のアップだけしか考えていない。役者は相手を見て物を言うもんや。相手と対話して初めて映画になる。お前は一人で目を向いてると言われたという。ここで荒は なるほどと、初めて映画というものが分かり、開眼したのだという。映画生活42年目にしてアラカンは、この映画で初めて賞を受賞した。この映画は本来は、早川雪舟が演じる予定であったが、諸事情により、早川が降板。他の俳優を探していたところ、アラカンが脚本を読んで、監禁中である実の息子の嫁を犯して、彼女を妊娠させ、 子供を産ませたというクラマテングとは、正反対の汚れ役を気に入り、出演を開学したとのことである。この作品の撮影環境はかなり過酷なもので、アラカンは耐えきれず何度も現場放棄をしたという逸話を残している。男は辛いよ、トラジローと、殿様はトラック野郎と同時にオファーがあり、迷った上での出演であった。老いの山本隆二によると、 どちらに出演すべきか相談を持ちかけられ、山本は、空先生、虎さんですしゃろ。国民的映画ですがな。と背中を押してみたが、せやけど、菅原文太には、新東方の義理があるさかいなぁ、と気にかけていた。が、後で、トラック野郎にもちゃっかり出演して入りました。と、山本は語っている。医者から高血圧の予防に、 クルミの実を手の中で転がしておくようにと言われ、どうせならとパチンコ店に通い始めた。趣味と実益と健康と一国三長というわけだ。と本人は嘘吹き、なかなかの腕前であった。だがマスコミにパチンコの趣味を暴露されてからは、店内で先生どうぞ。と玉のサービスをしてもらったり、桂米朝の NHK ビッグショー出演のギャラに、 パチンコ玉交換券をもらうなどの目に遭い、アラカンは、ありがた迷惑や、と苦笑していた。落語家林家木久0の憧れの人であり、商店でも時々アラカンのモノマネをする。また、南信介が司会していた当時に、番組のコーナー、信介の何でもコーナー、1975年7月6日、放送に、ゲス出演した際に木久し戦、当時木。 急増と共演した。水木しげるの漫画作品になぜか、よく登場していて、過去に子供を産ませたり、鬼太郎と共に妖怪を退治したこともある。牧野で撮った1927年の初作、クラマテングイブ各米史から、1956年の、疾風。クラマテングまでの実に30年の長きにわたり、アラカンは40本もの、 クラマテング映画に主演している。もっともこれは確認漏れもあり、アラカン自身は46本のはずだと述べている。一方、庶民のスターだったアラカンは批評家からは、アラカンといえば B 級、娯楽番、お子様ランチなどと差別された一面もあった。アラカンは当たり役、クラマテングを引き受けた理由として、 杉作という子供のキャラクターを挙げ、昔から子供の出る芝居は必ず当たるんですね。先代萩ありますやろ。チャップリンのキットありますやろ。子供が出るので、こりゃいけると思いまして、出させてもらいますと返事しました。子供使うの得や。思った通り、大当たり取りましたと語っている。調査部老時代から、荒間の盾は警戒で、 スポーツ剣劇と評されたこともあった。牧野正弘は、荒間の盾について、割合リア,アルで、伸びが良かったと語っている。稲垣博士によると、立ち回りで相手に刀、竹光をパチーンとぶつけることで有名だった。一度立ち回りの際に、気合で六尺棒を竹光でま、ぶたつに切ったことも、あったという。クラマ狗の立ち回りについては決して下にを、見せなかった。 お山をやってましたから、これが結果として良かったのでしょう。お山の裾そさばき注文は、チャンバラと合うんですわ。でも私には、人を切ったるという気がありました。竹密だから切れへん。周りは、弟子が固めましたから、遠慮いりまへん。弟子には随分怪我さしてます。でも他人には怪我さしてませんと語っている。そんなあらが一番怖かったのは、 大河内伝次郎だったという、私の時に限って真剣使うんですわ。一番中、良かったけど、やっぱり気構えが違うんですな。いつも、大河内さんは、近藤勇の役で、しかも、あの人、金眼でっしゃろ。怖かったですよ。1928年に、勘重郎が、牧野お室撮影所を退社したが、これは、各米四死工業長を、 クラマテング最終作と会社側が勝手に決めてしまったことが最大の理由であった。また理由はこれだけではなく、折しもこの年、牧野正造が e いい用法を主役に起用して、中婚技列実録中心蔵を制作しあらかんも出演したが、審判の大物である E の尊大な態度や、監督の指示を叶いがってな演技などのわがままを、牧野たちスタッフが招聘した手前どうにもできずに、 容認していたことを目の当たりにし、このことへの不満も、アラカンに退社の決意を固めさせた要因であったという。その後、戦中戦後の混乱や空白も乗り越えて、約30年にわたってアラカンは、数々のクラマテングを制作し演じていたが、1954年、原作者のオサラギジロウが自ら、クラマテング映画の制作に乗り出した。この際に、アラカンに不満を言い、 クラマテング役を封印させたが、おさらぎの手がけた小堀昭雄主演に据えた、新クラマテングは結局、日本映画史に残るとまで言われる。それどころか、作家としてのおさらぎ自身の評価にまで傷がつくほどの大失敗作に終わり、新クラマテングで映画館が被った損失の補填という飛んだ煽りを食らってアラカンは、代理で日本出る羽目になっている。この時も、 言うたら悪いが、生きてる天狗は、ワテが作った。とアラカンは、案に、おさらぎ二郎を非難している。人物伝としては、この鬼骨の人物を愛した、竹中つとむによる、倉間マ天狗のおじさんは引く聞き書きアラカン一台がある。晩年のインタビューによると原作者の、天狗が人を切りすぎるという意見に対て、アラカンは、活動王者心、アラカンの表現としての立場から同意していない。 アラカンのクラマテングに次いで有名なキャラクターは38本、取ったムッツリウモンである。唇を絵の字に曲げて腰を開いて、さあ来いと構えても、ウモンは、やーとも、おとも言わない。無声映画であるから、声は聞こえずともよいが、何も言わない顔が返って迫力があると大いに受けた。アラカンは、子供の頃から、アメリカの喜劇映画が大好きで、 自分がむっつりやだからと、むっつりやのキートンがごひいきだった。アラカンはウモンについて、これも自分に合うと思いました。昔は喋るのが嫌で、いつもむっつりやったから、キートン、バスターキートン、あの人ちっとも笑いまへん。これでいこう、と思いました。はいと語っている。映画プロデューサーとして、アラカンの制作姿勢は前衛的だった。 1931年には最初の色彩時代劇である K1 番風流男西名熊彦監督をパートカラーで撮り、1935年には春霞808丁牧野正弘監督で真っ先に国産陶器栄養とシステムを採用している。1928年に牧野映画のスターたち6人が独立してそれぞれプロダクションを起こしたが、 20メートルも離れていなかった、知恵プロと、肝ロ郎プロは対抗意識が強く、プログルミで反目し合っていた。結局この二つのプロダクションだけが生き残ることとなっている。自らが映画プロデューサーを務めた、この肝ロ郎プロでは、1938年公開の、出世対抗期を、よろしをしたな。あの映画は、一生の思い出どす。と語っている。 この作品でアラカンは自ら古典場ロケで使う馬の交渉にあたり、また実現しなかったが、バンドをつまさに、信長役での出演を頼みに、番妻邸まで出かけて行って、頭を下げたりと、精力的にプロデューサーに努めた。稲垣博は、山中貞夫を発見したのもそういう情熱があったからだろうと語っている。そんなアラカンも晩年は、近頃の時代劇飽きませんな。 なんでこないなことになったのドスやろと嘆いていたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。